うもこんにちは、パピプペパルパル、どうもパルパルです。今日は富士スピードウェイに来てます。こんな感じです。結構広いです。今日はちょっと走行会があるので、私史上初めての富士を走りたいと思います。頑張ります。バイク女子チャンネル。とにかく初めて走るんで怖かったんで、もうビビりながらうーって走ってたんですけど、まあ楽しかったけど怖かったかな。はい、あとやっぱりなんかこういう走行会だとチェッカーの後追い越しとかが多いんで、ちょっとそれが怖いですね。イエローとかは出なかったからよかったかな。見てねー。タイヤはこんな感じでーす。暑いから結構溶けてる。前はまあフロントは相変わらずかな。そうだね。今日のラップタイムはとりあえず2分 47.17 かな。214キロが最高かな。あれ、このラップはもっと速いんじゃない？じゃ分かんない。8分になってるから。暑い。今もう9月末ですけど、こんなにまだまだ暑い。はい、すごい寒くなるまではサーキット楽しめるんで、よかったら皆さんも行ってみてね。はい、それではここからはパルパルと一緒にサーキットツアー。はい、こんな感じでだだっ広い駐車場をとことことこ。はい、こちらがですね、ピットの入り口になります。ずらーっと入り口が並んでいて、で中はこんな感じでなっています。でちょっと中に入ってみましょう。32番から行ってみます。で結構天井高いんですけど、ここは天井から撮ってるのでちょっと近く見えます。でコース出ました。右側がスタート、左側がこう走ってくる方ですね。今の説明でいいのかな。はい、じゃあちょっと戻ってみて、はい、駐車場、もうね、これ左側の方にもぐるーっと伸びてるんですよ。で、周りはもう山、山、山って感じで、すごい雄大な土地の中に広大なサーキットを、あ、終わっちゃった。はい、じゃあここからは、富士の
帰宅映像に合わせてですね、ちょっとコロナ明けの今後などを話していければと思います。皆さんコロナの時どうでしたか？大丈夫でしたか？生きてましたか？なんか棒読みになっちゃったけど、まあこれを見れているということはちゃんと生きておられるということで嬉しい限りなんですけれども、まさかこんなウイルスによって人類が支配されようというか、こういう状況になるということをですね、ビル・ゲイツは5年前に指摘していたようなんですけれども、私たち凡人はね、そんなことは思いもつきませんので、急にというか、まあ去年からね、年末あたりからちょこちょこ言われてたみたいではあるんですけど、都市封鎖みたいなのは急に起こるわけじゃないですか。今ね、結構精神的にね大変な方とかもいらっしゃると思うので、そのね、一応自粛期間中も私は動画は上げるようにしてですね、昔撮ったやつがたくさんあったので、それを上げるようにしてですね、いたんですけれども、ツーリングには行かずに粛々と過ごして、まあやっと解除されてね、嬉しいなっていう感じでね、嬉しいんですけども、嬉しいけどあんまりすごく喜べない感じというか、お仕事が止まってしまった方とかね、たくさんいらっしゃると思うんで、そういう皆さんがね、大変なんじゃないかなとかっていうのをまあ思ったりするとですね、やっぱり心苦しい面があるなぁと思うんですけれども、バイクはやっぱり自粛期間中とかはまあ通勤とかで使われる方もいらっしゃったと思うんですよ。結構騒がれてたのが、あの県外ナンバーがとか言われてましたけど、県外ナンバーって言ってもまあそれね、別のところから車乗ってきてる人、そのなんていうの、住んでるけど単身赴任とかの人もいるだろうし、単にその県境ぐらいに住んでるね方とかもいらっしゃると思うんでね、いろいろやられたりとかするかもしれないとかっていうのはすごい怖かったと思うんですけど、あとちょっとそのね、最近自粛明け前に起こったプロレスラーの方が亡くなられたねこととか、直接関係とかもないし、別にまあ私プロレスはね昔見に行ってたんですけど、あの DDT とかをよくね見に行ってたんですよ、後楽園ホール。私の推しのレスラーは高木三四郎さんなんですけどなんかね、どんな趣味やねんっていうね話よね。で、別に私はテラスハウスの視聴者でもなんでもなかったんですけどね、やっぱりああやって亡くなられると、まあご家族の方とかね、悲しいと思うし、ファンの皆さんもやっぱり急にスター選手がいなくなられるっていうのはすごく心に苦しいというか悲しいと思うんですよね。そういうアンチな人たちってすごい軽い気持ちでやってる方も結構いると思うんで、その軽い気持ちで、まあ例えば YouTube だったら悪評価とか押すとかっていうのは、まあ鬱憤溜まってるのかもしれないけど、その鬱憤をね、誰かにぶつけたところで解消するわけじゃないから、何とも言えないっていうか、何とも言えないっていうか、やっても意味ないんだよっていうことなんだけど、このチャンネルは明るい話題を基本的には開けたいと思ってるので、暗い話題とかっていうのは話したくないんですよね、本当は。サーキットのこととかもそうですけど、別に私にプラスにならないですよね、全然プラスになるならないで話すなよとか思う人もいるかもしれないけど、実際プラスにならないと、まあ私は YouTube のチャンネル登録者数を増やすのが使命なので、基本的にプラスにならないことはやりたくはないんですけど、どうしてもなんかね、そういう我慢できないこととかは言う方かなとは思ってますね。あんまりね、そういうことばっかり言ってても偽物みたいじゃないですか、なんか人形みたい。まあそれでいいのかもしれないけど、でも私はそれは嫌なので、別にそのチヤホヤされたいとかっていうので始めたのでもなく、チヤホヤされるのはむしろ向いていないという結論に至ったのでそういう話もするんだって言ってすごく好きになってくれる方もいらっしゃるんで、すごいありがたいんですけども、視聴者さんが特に私のチャンネルは層が高いので、基本的には下の人を見てるっていう感覚ではあると思うんですよ。そこでね、私が何かを言う
うと基本的に反発する人も結構いるんですよね。なので結構暗い話題出す時っていうか、そういう時はだいぶ考えて出してはいますね。で、見てくださってる視聴者さんが元気でいればいいなと思って喋ってみました。次回予告、北海道の映像が出るんですが、なんと Z900RS の試乗インプレを出したいと思います。イエーイ、皆さんお楽しみに待っててください。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。今回のバイク女子チャンネルいかがでしたか？よかったらチャンネル登録。